おい、俺のドライバーのシャフトは。いや、あの、でも名前僕なんですよ。名前僕。またお前、なんだよお前、直見ライオンかよ。ちょっと、僕ちょっと作業してるんで、やってくださいよ。違うじゃん、宮下様用シャフトってなって何それ俺の職権、職権内容だよ。まあ言ったよ。これ職権内容じゃないからね。ちなみになんで職権内容じゃないですか。違う、ドライバーちょっとシャフト試してくださいよって送りますからって言ったの。あ、じゃあしょうがねえなっていう。何で上から見せるんだよ。いや、だって俺はだってもう決まったシャフトがあるんだもん。まあね。でもそれで俺のその今まで10年、5年使い続けたエースシャフトがこれに変わるんだったらすごいよね。まあね、これを超えたらね、うん、2本開いてる。2本開いてる。なんで2本開いてるの。小暮さんのじゃないですね、これは。おえぇ、ー、1本僕だと思ったら違うんだ。違うね。何、2本も試してるの。キング、アッタチキング4X と 4S。 俺、柔らかいのがいいって言ったから。そんなのあるんだ。その辺の女の子で柔らかいですけどね。え、でしょ、その辺の女の子。しかもちゃんとキャラウェイのホーゼルっていうかつけてきてるよ。さすがやね、あの石川くん。え、さあこれでどこまでバランスが取れてるか。ヘッドはちょっと持ってきてみようか。これ 4S から試した方がいい。はい、 4S から試して、うん、バッチグーだったら、うん、4X 僕使いますんで。いや、お前使わなくていい。本当にいいゼロで合わせてきてるよ。いや、わからないよ。さすがだね。わからないよ。え、いや、だってテープは巻かねえだろ、これだろ。いや、皆さんね、あれはめてないじゃん。え、あの、5ミリのやつはめてないこれでしょ。いや、今ちょっと浮かした。なにそれ。こういう、あの、ひと手間がめんどくさいタイプだから。G1 ぐらいだ。グリップも軽いのがいいし、ちょっと重めじゃないとバランス出ちゃいますよ、うん、ちなみに長さちゃんと見ました。適当や。それ当たってんの。何グラムですか。当たってないです、大丈夫ですよ。
ちょっと待ってください。ぴったり300だ。じゃあテープもつけんな。いやだからちょっと待って、これがだからこれ重いですよ、50、ほら51.7だから。いや51.7だったら軽いものなんじゃない。いやいやいや、そうだよ、軽い。絶対これ、これでいいじゃん、1g。 ああそうだね。うわっ、 いいのこの長さで。じゃちょうど47ちょっとぐらいでしょ。いや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 、測りによって、メーカーによって測り違うんだから、こんなになっちゃうといい。やべえな、怖えなこれ。47半。いやいや、47.7ぐらいいっちゃうといい。全然いいよ。怖えな。なんか僕より、え、2.5 インチ長えな。2.5 インチ長えんだじゃんね。もともと長えんだから俺は。端っこだけつけさせてください、これ。うん、はあ、でもやっぱりある程度言ったらさすがだね。さすがプロ担当シャフトの。いやもうね、今あれですよ、今ちょっと現場来てないですよ。え、現場鈴木さんって方来てる。あ、違うんだ。そう、もうあの人もじゃあずっとあれだ、なんか、ね、営業だ。営業な、中で。これでまた飛ばし上げる。いや、飛ぶかどうか打ってみなきゃ分かんないよ。なんか雰囲気いいじゃないですか。そう。なんかやだな、それを、顔がやだな。ちょうど300ちょいっていうのは、え、あんまなかなか普通のシャフトじゃさ、まあね、この長さ取れてっていうのないじゃん。振動数がどう出るかだな。振動数関係ないですよ、皆さん。いや俺関係あるんだって。じゃあ振動数、じゃあいくつがいいんですか。俺そっちの無双が一番いいから、あの235から240の間ぐらい。久々出ましたよ皆さん、ノーテープ。あー、来たね。あれ、ちょっとフック気味でしたっけ。いや違うよ、まっすぐを俺はフックに握るんだ。わかりましたよ。ドライバーだけね。あとはスライスに入れるけど。わかんないな。そういうこと言うから、あの視聴者の皆さんがわけわかんない、頭はてなになっちゃうんですよ。いや違う、だからドライバー以外と、ドライバーはグリップ違うんだよ、握りのグリップ違うんだよ。まあ、硬いこれ。硬い。あの、無双のより硬い。まあだから俺、無双 SR だからね。あ、そっか。これより柔らかいんだ。そうだ。いやだから振動数がそれで240ぐらいだったら、ちょうど無双の S ぐらいのイメージ。もう測っちゃっていいですか。うん、すげえな、ドローンのビデオプラスね。いつもより大きく揺れてます。ちょっと柔らかいな。でも感覚は感覚は無双よりも、いや無双本当に230なんですか。230。気になるからやってみていいですか。いいよ。もうキャラウェイはもうな、もう グリップ決まったら何もしなくていいからな。同じセッティングに合わせてくれよ。 D のプラス2だからね。10.5 だから12.5ってことでしょ。だって笹生に言われちゃったもん。いや49インチ持ってきていいですよって言われちゃったからさ。ないって。よう、でも覚えてんな、俺がロングドライバー使ってたの。いや、
そういう印象しかないんでしょう。うん、かな、皆さんこれが私のエースです235だからどっちにしろ、うん、2本持ってって打ってくださいよ。まあもちろんね。じゃインプレッションだ。うん、ほら本当だね。 SR だけどあるでしょ振動数的には。あ、それそっちつけてバランス測ってみてくれ。それはあの E0 から1の間だと思うよ。ほらちょうどゼロでしょ。うん、E0.2。 うん、じゃあ、4X も作ってます？え？ 4X は硬すぎねえか。あ、でもちょうどいいのか。2、3個ぐらいになるか。で、重さが、あ、重さ硬くなった。いや。重さこっちのは絶対重いですよ。X の方。いやその辺は石川くんがちゃんと計算してるでしょ。いやいや巻いてるから、巻いてるから重い。え、重いね。あ、いいね。ほらちょっと重い。 2g じゃん。2g は47、え、8インチで 2g なんか合ってないようなもんだよ。 1g うるさいのにさ。そう、何してんの、アンディは。あれ何してんの。横からノーテープ巻き。何番から急に変わるのかな。うん、まあその番手での距離で打つしかないのもう。ね。うん、6が5より飛ぶんだけど。そう。だ僕。で P が。P とか。P が全然飛ばなかった。うん、横からの、でもこれだけは確かに、あのね、引っかかってるんでしょ。ここ引っかかっちゃう。そう、あ、ね、もう一回行く。念のためで理由が、うん、このゴムの中をちょっとね、柔らかくと、僕の家の周りがちょっと物騒になってきてるから最悪なんですよ。物騒な、物騒な、タイヤパンクさしたり。あと、あー、まあそんなのどこでもあるよ。まあね、いやそんなのがあるとこじゃなかったの。なんかピューってなんかあの走ってたら、あのでっかいベンツがなんかペンキビャーンとかってなって書かれてんの。ベンツに、ベンツ、ベンツ、ベンツに書かれてんの。メルセデスの、そう、あの SUV GLE かなんかの。やるやつ勇気あんねん。ね、早く捕まってほしいんだ。やべ、余裕です。キャラウェイの宣伝じゃなくてこっちの宣伝してあげないかな。USD マミアンな、せっかくシャフト送ってきて。なんで宮下さんなんだ。いやそれ分かってるよ。だって YouTube 載せんだったら俺だろ。お前が職権乱用してもあの大してあれじゃない。俺だったらうまいことやるよ、辛口だけど。じゃこれ3本インプレッションですね今日。あの、ま、途中で終わったらね、うん、小手足だって普通2人でも4時には終わるでしょ。2ラウンド行く可能性あるじゃん。あ、まあでもあの暗くてもパーンって打てば分かるから。これだと何、やっぱちょっと硬く出る。いやそれはそうですよ。一緒。47.7。汚ねえな。違反だもん。ことは 4S と 4X ので振動数どれだけ変わるかってね。これだと240ぐらい出るってことか。さっき220だったよね。
236。あ、これが無双と一緒じゃん、振動数。数値はね。で、バランスと。掃除量。ちょっと軽くなりますよ。1グラムぐらい。303.3。もうなんか、いやらしい数字だな。なんかいやらしい数字だよ。303.3。今はですよ。うん。あ、でもいいじゃん。0.3。あ、大して変わんねえじゃん。揃うね。さっきのやつは。え、分かってない。本当適当だよ。出たよ。いや、これでか、で S から行くんだから。うん。多分というか S から行ってほしいんですよ。S 意外と振動数あれだったね、うん、223だった。そんな感じ。えまあいいや、その振動数をこう俺の DNA に組み込んで数値でやりたいですもんね。思い込みでね、打つ前から思い込んじゃってそうでも打つ前から本当はこれダメだと思ってるでしょ。え、いや、そんなことない、ね、柔らかきゃ柔らかいほどあのオリジナルカウンター当てられるかも。俺 E0 じゃん。 E0 いいね。数値が合えへんね。300。お、来たじゃん。300.3。やっぱ 3g 違うんだ。これ女子用だよね。そう。でも女子プロってどのくらいの重さ使ってんの、ドライバー。いや、人それぞれ全然違う。もう力のない子は軽くて、も単純そのままっすよ。サソ、ちなみに総重量何グラム？測ってない。測ってない。あるある。あるけども言わない。ベンタスの赤。ああ。よし、じゃあ後ほどインプレッションします。これが 4X。違うんです。最初にアッタス打ってもダメなんだ。俺はあのドライバー打ってないんだから。やっぱりね、最初無双で俺のヒーリングを取り戻してからインプレッションしないと意味ないでしょ、これ。でも本当練習しなくて大丈夫ですか？いや、あの無双は練習しなくてもいつでも大丈夫。いいそうね。2、3球打てば感覚が蘇ってくるから。それプロゴルファーみたいですね。あのもう無双はね、俺の DNA に組み込まれてるんだ。こうやって打てば曲がらないよっていうのは。いや、これね、冗談だけど皆さんもね、あの DNA に組み込むくらいの感覚がなかったらダメよ。なんか名言ですね、うん、DNA で組み込むっていう。そうだよ、俺の 47.5 インチ組み込まれてる。DNA、 そう、オリジナル DNA ね。じゃあちなみにどんな DNA なんですか？いやいや、もうあの何にも感じ、頭で感じなくてもう体が覚えてる。こうやって振ったらこの角度にから出てタバコ捕まって250ヤードキャリーするよっていうのがあるんです。だから、でもあのフェードの DNA はないんだ。だからフェード打てる。でもそういうことよ。体がフェードの打ち方わからないんだ。でも二度とフェードって言わないでくださいよ。いや、それはわかんないよ。フェードの DNA が新たに作られるかもしれないんだ。よし、ということでちょっと後ほどインプレッション。